はい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 。延長12回で同点ですか。まあね、お互い死力を尽くしたと思いますし、まあその9連戦でね、非常に日程的にも厳しい、ピッチャーもね、運用も厳しいというところで、まあできれば9回までにね、終わってほしかったんですけども、まあ負けなかったことはね、非常に良かったと思いますし、まあ今日の試合に関しては、互いのというか、両チームの監督の采配っていうところが非常に、面白かったんじゃないかなっていうふうに思いました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありました、ジャイアンツ対カープのですね、試合解説の方をやっていきたいと思います。はい、まあね、延長今日12回まで行きまして、12回裏まで行きまして、まあ、同点という、ね、試合だったんですけども、3対3の同点だったんですけども、やはりね、今言ったようにね、監督の采配っていうのは非常に、面白いというか、僕は特に、カープの、新井監督の采配っていうのが結果的にうまくハマったんじゃないかなっていうふうに思ってますと。まあ、後ほどね、詳しく解説はしていきたいと思うんですけども、非常にね、今日は監督の試合、監督の采配というところが見どころでございました。はい、じゃあですね、今日の動画の内容としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後に、スタメンの変更点見ていきます。それで最後に僕が気になったところ、今日で言ったら監督の采配というところをですね、詳しくね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあですね、まず、得点シーン振り返っていきます。はい、この辺にね、僕の胸あたりに画像を出しながら得点シーン振り返っていきます。はい、まずですね、今日は3対3という試合でですね、まあ、死闘を繰り広げたというようなゲームになっておりますと。はい、まず先制したのはですね、今日ジャイアンツでして、4回裏にですね、ワンアウト1、2塁からモンテスのセンター前ヒットで1点を先制しますと。で、6回裏、ワンアウト1、3塁からグリフィンの、まあ、これキャッチャーゴロというところでね、まあ、フィルダーチョイスというか、うん、まあそういった形で、まあ1点入ると。まあエラーだかな、うん、っていうところで1点入ると。で、8回表、ワンアウト1、2塁で、野間選手、センター前ヒットで、1点。で、ワンアウト満塁から小園選手のライト前ヒットで2点というところで、この回3点入っておりますと。逆転されるとき、ジャイアンツからするとね。うん。で、なんですけども、8回裏ですね、2アウト2塁から丸選手のセンターオーバーの2塁打で、1得点奪いまして、3対3の同点で、まあ延長戦入ったんですけども、まあそのまま得点は取れずというところで今日は3対3というゲームになっております。はい、まあ死闘でしたね、はい。非常に、今日は見どころというか、まあ同点だったんですけども、非常に僕的には面白い試合だったなというふうに思います。はい、じゃあですね、次はですね、スタメンの変更点などを見ていきたいと思います。僕のこの辺に、画像を出しながら、ちょっとね、見ていきたいと思います。はい、じゃあですね、まずジャイアンツの方を見ていきたいと思います。はい、ジャイアンツの方はですね、スタメンの変更はあまりなくてですね、今日に関して言うと。うん、昨日、8番、ショートに伊豆口選手が入ったんですけども、今日は、モンテスが8番、ショートとして入っておりますと。まあ、これはですね、昨日の、やっぱり見逃し三振というところがね、ちょっと、安倍監督からしたらどうなのっていうところはあったと思うんで、今日はモンテスを起用したんじゃないかなと思います。で、昨日、山崎伊織投手だったんですけども、今日はグリフィンというところで、なんとか、連敗は避けたいと、したいというところで、今日挑んでると思います。はい、でですね、カープはですね、めちゃくちゃ入れ替えてまして、どこから行きましょうか。まず、昨日ね、ショートに、矢野選手が2番で入ってたんですけども、今日は7番で出場しております。7番ショートで矢野選手。で、昨日3番だった野間選手が今日は2番ライトで、スタメン出場しておりまして、昨日、5番にキャッチャー、坂倉選手だったんですけども、今日は6番に、キャッチャーで坂倉選手入っております。で、昨日6番だった末金選手が今日は5番でレフト。で、7番で、セカンドで出てた菊池選手が今日は8番に入っておりまして、昨日、
ファーストにね、林選手が8番に入ってたんですけども、今日は堂林選手が3番、ファーストというところで出場しております。昨日はアドゥア投手が初めての完封をしまして、今日は床田投手というところで、非常にその、広島はね、ピッチャー陣がすごくいいので、なんとかね、この、床田投手はね、もう10勝してますからね、最多勝ですから、今現状でね、菅野さんと並ぶ、勝利数ですから、なんとかね、早く先制をしたいし、コントロールをね、乱して、崩れるようなピッチャーではないので、まあ、ジャイアンツがどういう、作戦で挑んでいくか、まあ、積極性を持って、打ちに行くのか、どうなのかっていうところを、ね、見どころとして僕は、今日ね、見ていきたいなと思っておりました。はい。でですね、じゃあここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここはプロの技でしたねとか、今日で言ったら、ここの監督の采配が結果的に今日、同点に結びつきましたね、みたいなところを、できるだけ分かりやすく、面白く伝えていきたいと思います。はい。ですね。まずその試合振り返っていく前に、今日のね、広島の、床田投手と、まあ、坂倉選手のバッテリーなんですけど、いつもとね、変更点が一つありまして、どういうことかっていうと、パームという球種、パームって、すごく、こういう握りの、球種で結構難しい球で、あんまり投げるピッチャーがいないボールなんですけど、床田投手って、このパームという球種も投げてるんですね。で、普段というか、今までの投球数の割合で言ったら、パームという球種は 5%。たった 5% しか投げてないんですけども、今日に関して言えば、パームという球種をめちゃくちゃ使ってたんですね。うん、2ストライク追い込んでから、パームという球種で三振を取ってたこともありますし、カウント球としてパームを投げてたこともあったんで、普通で言ったら 5% しか投げないパームというボールを、今日はすごくその割合を上げて、投げてたんですね。まあその実況の方がおっしゃってましたけども、まあ非常にスライダーであったりとかカットボールをまあ狙われてるというふうに自分自身感じてるというふうなことをおっしゃってたんで、そういったところでまあ坂倉選手がね、いろいろこう話し合って多分今日はパームを結構使っていこうよみたいな話し合いがあったと思うんですね。だから今日は非常にパームという球種をうまく使ってるなというか、まあチェンジアップももちろんそうなんですけど、遅いボールというところを非常にこう使ってるなというところは印象としてありました。はい。でですね。まず僕が気になったところ。2回裏ですね。はい。モンテスが、まあ、2アウト1、2塁から、まあ、レフト前ヒットを打って、まあ、大城さんがホームでタッチアウトになるっていう場面なんですけど、まあ、まずモンテスのこの打撃の、状態というか、この対応なんですけど、まあ、素晴らしいです。正直言うと。ストレートでストライクになって、カットボールで、ファール。で、パーム投げてきてファール。で、ストレートでファール。ツーシームでボール。で、ツーシーム低めのボールを打ったっていうところなんですけど、非常にインサイドを攻められてたんですね、今日モンテスね。で、その上で、ツーシーム最後ね。まあ、ツーシームって言っても、床田投手のツーシームはちょっと、まあ、落ち球に近いボールなんですけど、そのボールを非常にうまくね、ワンハンドで拾って、まあよく坂本さんがやるようなね、感じでバーンで打つような感じで、非常にうまく拾ったっていうのがありました。この打撃技術っていうのは素晴らしいなと思います。で、まあ大城さんはまあそこまで足が速くないっていう二塁ランナーのね、ありますけども、まあ本来で言えばね、それはセーフになってほしい打球なんですよ。普通のレフト前じゃなくて、レフト線に行ってる打球なんで、セーフになってもらいたいんですけども、この広島の中継プレーっていうところも非常に素晴らしかったんで、まあここは足の速さとか言っても仕方ないんで、ナイスプレーだったなって。広島がナイスプレー、ナイス連携だったなっていうふうに思いました。はい。でですね、次気になったところ、3回裏ですね。これも、まあ、2アウト1、2塁という、チャンスを作るんですよ、ジャイアンツね。で、まあ、2アウトから吉川選手のフォアボール、ヘルナンデスのヒットで、2アウト1、2塁で岡本選手。まあ、この場面で、サードライナー、バットを折られて、サードライナーに打ち取られる場面なんですけども、ここも、先ほど言ったように、パームという球種をうまく使ってるんですね。で、まあ、ストレートでストライク取って、パームでボール。うん。ここでパームを使うんですね。これは、カウント球というところで使っていく。で、カットボールで、ファール、空振り。で、最後、ストレート、インサイドというところで、今日特に、まあ、パームという球種を多く使ってたんですけども、パームっていうのはね、まあ、遅いボールなんで、まあ、狙えば打てるボールなんですよ。だから、そういったところで、ついとなるボール。インサイドのボールっていうのを特に右バッターに対してめちゃくちゃ投げ込んでたなっていうストレートとカットボールというところを意識させながら、あーインサイド来るなーって思わしといてパームっていう球種が、すごく効いてたんで、だからそういったところで非常にうまいリードできてるなっていうふうに思いました今日ね、広島バッテリーが。うん。はい。でですね、次気になったところですね、4回表ですね。
4回表。うん。これ、まあ、その広島がチャンスを作って取れなかったという回なんですけど、まあ、この回で先頭の堂林選手、今日堂林選手めっちゃ上手じゃなくて、まあ、すごくヒット、3安打かなしてるんですけど、先頭の堂林選手が、まあ、2ベース打ちますと。で、ノーアウト2塁で4番の小園選手という場面で、バントのサイン出るんですね。で、まあ、この意図としては、もう絶対先制点取りたい。先制点というか、点を取りたいよっていう意図だったと思うんですね。で、小園選手がバントをミスして、結局空振り三振してしまうんですよね。で、ワンアウト二塁から末金選手も三振。ツーアウト二塁から坂倉選手も三振というところで、クリーンアップというかね、4、5、6を、まあ、このピンチで三者三振取るんですよ。で、まあ、今日ね、まっすぐも走りも良かったですし、まあ、スライダーとかも投げてましたけども、今日は特に、スプリットという球種がめちゃくちゃ良かったんちゃうかなと思ってて、グリフィンの。うん。で、この、小園、末金、坂倉って全部スプリットで三振取ってるんですよ。うん。だから、そういったところで、左右関係なくこのスプリットという球種が今日はすごく切れてるなっていうふうに思ったんで、非常に、高さもね、コースも、いいところから落ちてるんで、バッターもね、振ってしまったんじゃないかなっていうふうに思います。で、次気になったところ、これ4回裏ですね。4回裏。まあ、この回ね、ジャイアンツが先制点を取るという回なんですけど、まあ、大城、坂本の連続ヒットで、ノーアウト1、2塁をチャンス作りますと。で、ここで岸田選手がバント失敗するんですけど、まあ、バントはね、そこまで悪いバントじゃなかった。うん。ノーアウト1、2塁なんで、まあ、サードに取らすようなバントをすれば、絶対ランナーってサードには、進塁できるんで、そういうバントをするのが理想なんですよ。で、岸田選手はそれ分かってるから、サード側にポーンって転がすんですけど、その、床田投手、非常に器用ですね。本来で言えば、ピッチャーが取りに行かないだろうっていうぐらいのところまで、自分で走って、三塁線まで走って取って、そっからこう流れるようなところでね、重心がね、こう、走っていくんで、重心がブレるはずなんですけど、そこをうまいことこう、野手的センスというか、そういったところも持ち合わせてるんで、三塁でギリギリアウトにするんですよね。これは、バントは失敗は失敗なんですけど、これ、岸田選手のバントが悪いというよりかは、床田投手のですね、フィーリングが非常に良かったんちゃうかなって思います。ナイスフィーリングだったと思います。で、ここで、まあ、ジャイアンツ、まあ、バント失敗してしまったなっていう感じで、ちょっと悪い雰囲気になるじゃないですか。で、ここでモンテス。ワンアウト1、2塁で、これセンター前ヒットなんですけど、これちょっと配球チャート見ていきたいと思います。先ほどのね、ヒットもありましたし、これは非常に相手バッテリーも警戒してるわけですよ。で、その上でヒット打つという。で、ストレートでまずボールになると。で、カーブでストライク取るんですよね。ワンワンになりますと。で、ここでストレートで空振りするんですね。ちょっと遅れたような形で。うん。で、カットボールがボールになって、先ほどストレートがちょっと遅れたようなスイングだったんで、じゃあ最後ストレートで、振り遅れて、詰まらしてやろうっていう配球だったと思うんですけど、それを、まあ、少し甘くなったとはいえ、まあ、詰まりながらもセンター前ヒットに持っていく、このモンテスの打撃技術っていうのは素晴らしいなと思います。先ほどのヒットもそうですし、先ほどの攻め方を見ながらね、さっきね、こう、泳がされて、打たれてるんで、だったら次詰まらしてやろうっていうところで、行ったと思うんですけども、それもうまいこと打たれるっていうところで、今日は非常に多分、広島バッテリーからすると、このモンテスというバッター、非常にいいだろ、いいなっていう、なんかこう、怖いなっていう印象を多分、おそらく持ったと思うんですよね。それぐらい、高い打撃技術を持ってるなっていう、選手ですね。はい、でですね、先制点取りまして、で、ワンアウト1、2塁からグリフィンがバントをミスして三振してしまう。これもちょっと痛かったなっていうふうに思います。で、結局この後に2アウト1、2塁で丸さんがフォアボール。で、満塁で吉川選手がセカンドフライというところで、まあ、結構チャンス。だってこの回ヒット3本出てるんですけど、ヒット3本にフォアボール1個出てるんですけど、それで1点しか取れなかったっていうのは結構ジャイアンツからしたらでかかった。というか、痛かったんちゃうかなって思います。で、次気になったところですね。ここですね。ここは新井監督のこの采配っていうところですね。うん。今日、冒頭でも言いましたように、この采配っていうのが今日の試合を大きく、変えたんちゃうかなと思うんですけど、これ6回裏ね、これ先頭の坂本さんがこれ2塁で打ちますと。で、ノーアウト2塁で岸田選手バント決めますと。で、ワンアウト3塁で、今日8番なんですよね、モンテスが。で、まあ、確かに、日本ヒット打ってるんで、警戒すべきバッターではあるんで、わからなくはないんですけど、ここで申告敬遠するんですね。うん。で、ピッチャー次グリフィンだから、調子がいいから、ま、変えないし、っていうのをわかった上で、申告敬遠するんですけど、これは、僕の意見からすると、ワンアウト3塁でね、別に、モンテス勝負でもよかったんちゃうかなっていうふうに思ったんですよ、正直ね。うん。
まあ、グリフィンで、勝負というか、まあ、そっちの方が確率は高いんだけど、でも、モンテスもね、勝負して、打ち取れる可能性もありますから、そういったところで、あ、ここで申告敬遠するんだって正直思ったんですね。だけども、この判断っていうのは結局に、今日の試合を同点に導いたと思うんですね。で、グリフィンが、まあ、そのセーフティースクイーズみたいな形でやったんですけど、坂倉選手がもう三塁の坂本選手を見ずにもうゲッツーを取ってしまうという形で二塁に送球したんですけど、その送球がそれてしまって、でそれで結局ね1点入るという場面なんですけど、あの結局そのモンテスをあのフォアボールで歩かして、あのグリフィンにセーフティースクイーズで点を取られてしまったけども、結局これね最少失点の1点で抑えられてるんですよ。でもしモンテスと勝負をしてたとして、でモンテスが例えばまたヒットを打つじゃないですか。そしたらこの回2点3点入ってた可能性もなくはないと思うんで、一見このその瞬間ね、あこれ敬遠するんかっていうふうに思ったんですけど、まあ確かに1点は取られましたが、最少失点で抑えられたっていうのはこのモンテスを敬遠したからだと思うので。新井監督ね、消極的だなってちょっと正直思ったんですけど、結果的にこの、判断っていうのは正しかったというか、うん、1点で抑えられたっていう意味で、非常に広島ベンチからしたら良かったんちゃうかなと思います。で、7回裏ですね、これ非常に、見物というか、面白いプレーというかね、今日坂本さんが非常に打ってますと、めちゃくちゃ状態いいですよと。で、ワンアウト満塁から坂本さんがこれね、1球目のカットボールを、満塁ホームランギリギリところにファール打つんですよ。で、うわーすごいなーっていうふうに思ってて、で、次パーム投げてくるんですね。今日めちゃくちゃ投げてる。パーム投げてきて、坂本さんが状態いいからめちゃくちゃ泳がされるんですけど、サードライナー打つんですね。で、そこで三塁ランのヘルナンデス選手が一瞬で戻るんですよ。やばい、サードライナーやと思って一瞬で戻るんですけど、サードの小園選手も取ってすぐタッチしに行って、ギリギリリクエストしてアウトになるんですよね。まあ言うたら、ゲッツーですわ。サードライナーのゲッツーなんですよ。ここがちょっとね、まあ、これヘルナンデスの判断が悪いわけじゃないし、坂本さんが悪いわけじゃないし、誰も悪いわけじゃないんだけど、これはね、ちょっとね、巨人からしたら痛かったし、広島からしたら非常にナイスプレーだったなと思います。で、このビッグプレーの後って、大体点入ったりするんですけど、で、この8回表ですよね。この回、逆転するんですよ。広島が3点取るんですけど、結局、ワンアウト1、2塁から野間選手がこれね、センター前ヒット打つんですけど、これも、昨日ね、安倍監督がカープの打者を見習ってほしいよと。粘ちっこさというか、粘り強さみたいなところを、見習ってほしいっていう風に言ってたけど、これも結局、このワンアウト1、2塁で野間選手センター前ヒット打つんですけど、これ2ストライクから粘ってヒット打つんですよ。で、それにしかも、今日ね、グリフィンが非常にいいと。いうふうに言ってた、そのスプリットを打ってヒットを打つんですよね。だからこれは素晴らしいと思います。で、次、野間選手の次ってドバイ選手なんですけど、今日3安打されてるんで、まあ多分この野間選手で、まあ自分というか、グリフィンは変わるだろうっていうのは分かってたんで、球の速度とかもね、ギア上げて、勝負しに行ったんですけども、それでも打たれたっていうところがあるんで、この野間選手の粘り強さっていうのは素晴らしいなと思いました。で、案の定ね、まあ、堂林選手と相性が、今日ね、合ってるというか、やられてるんで、ケラー投手を出すんですけど、ここで、堂林選手をフォアボール出しちゃうんですね。うん。で、ワンアウト満塁から小園選手にこれ、ライト前ヒット打たれるんですけど、これちょっと見ていきましょうか、配球チャートね。これも非常にこれね、小園選手うまく打ちました。あ、ただ、ちょっと、カーブが高くなったっていうところはあったと思います。はい。これね、ストレートで空振り、ストレートでボール、ストレートでファール、ストレートでファール、ストレートでボールって言って、これ5球連続ストレート言ってるんですね。で、もう小園選手ももしかしたらもうそろそろカーブとか変化球来るんちゃうかっていう風に頭に入れながらの打席なんですね、ここね。で、ここで、絶対、やってほしくないことは変化球が高めに浮くことなんですよね。で、今日のその小園選手のこの5球のストレートの対応を見てても、ちょっとかかと重心というか、ちょっとこう、なんて言うんだろう。この一塁ベンチ側にこう倒れるような形で、見逃すことが多かったんですよね。それどういうことかっていうと、かかと重心になってくると、やっぱりアウトコースの球とかって、やっぱ打ちにくかったりするんですよ。力が伝わりにくかったりするんで、変化球とかも、低めの変化球とかも振りやすくなるんですね。うん。だからそこで、カーブを投げるにしても、まあ、真ん中からやや外気味ぐらいに低めにね、投げてくれれば、多分三振取れたんですよ。かかと重心だからね。なんですけども、これ、
一番投げたらダメなところ、内より、内側の、ちょっと高めぐらいにカーブ投げたんですよ。だから、かかと重心になってるから、内のボールっていうのは逆に打ちやすいわけなんで、そこで、ちょっと浮いてしまったっていうのは、このケラー投手の反省点ではあるんですけども、でもそれでもね、小園選手ね、この、粘りながらカーブを打てたっていうのは非常に素晴らしいバッティングだったなと思います。はい。でですね、次気になったところですね、8回裏。これね、点取られた、3点取られた後に、まあ、ジャイアンツが点を取り返すという回なんですけど、まあこの2アウト2塁からこの堀江投手出てきまして、左のね、すごく球が速いピッチャーなんですけど、で、丸さんがこれね、センターへね、ツーベース打つわけですけども、これも完璧に、肩が残ってるんですね。肩が残ってるかっていうと、どういうことかっていうと、前の肩、丸さんで言ったら右肩が全然開かないんですね。普通、左の速いピッチャーが来たら、左バッターだとしたら、やっぱ怖いんですよね。で、堀江投手ちょっとサイドハンド気味に投げてくるじゃないですか。やっぱ抜けてくるのが怖いんで、顔とか頭に来るかもしれんって、やっぱバッターって本能的に思っちゃうんで、やっぱちょっとこう、体ってこう、開いてしまうんですよ。怖いからね。で、結果的に、外のスライダーとかが届かなくなったりとか、打てたとしても力のない打球になったりするんですけど、この丸さんは、肩が全然開かないんですね。で、これも、ストレート、ボール、ストレート、ストライク。で、カットボールでボール。で、ストレートでストライク。で、カットボールでボールってなって、で、最後カットボール打つんですけど、あのね、ストレートカットって言って、外目にね、めちゃくちゃこう配球されてるんですけど、見逃し方が、全然肩がこうなってないんですよ。開いてないんですよ。全部こう、肩がピッチャーの方にしっかり整体したというか、向いて見逃してるんで、だから、バッテリーとか、ピッチャーからしたら、うわ、このバッター全然肩開いてないというか、うん、体開いてないから投げづらい。やられそうっていうふうに思うんですね。で、結果的にこの少し甘くなったカットボールですけども、まあ、センターにね、ツーベース打ったんで、これはね、素晴らしいなと思いました。だから左対左の、対応の仕方というか、うん、まあ、怖いかもしれないけど、抜けてくるかもしれないって思ってるかもしれないけど、それでも、肩を開かずにね、これ打てるっていうのは素晴らしい技術だなと思います。でですね、これね、次気になったところ、9回裏ですね。9回裏、森浦投手出てきまして、2アウトから、若林選手をフォアボール出しますと。で、若林選手がね、これ初球をシール決めるんですね。これ非常にでかかったと思います。うん。ここで走れるっていうのは非常にでかいなと思います。で、坂本選手今日めちゃくちゃ当たってるんで、これ申告敬遠というかね、敬遠して、で、まあ、岸田選手ね、2アウト1、2塁で、まあ、セカンドゴロっていうところで、まあ、この判断はね、正解だなと思いますし、今日の坂本さんはね、多分ね、本当に、無双状態入ってるんで、多分これは絶対勝負しない方がいいなというふうに思ってたんで、うん、逆に、ジャイアンツ側からしたら勝負してほしいなと思うんだけど、まあ、それは勝負するわけないかっていうところで、まあ、岸田選手と対戦して、まあ、セカンドゴロというところですね。はい、でですね、今日は長いですよ。はい、10回表もね、ナイスプレーありました。この回から船場さんの投手出てたんですけど、先頭のね、大森選手がセンター前に打つんですよ。で、二塁狙うんですね。で、ヘルナンデスがノーバウンドをセカンドに送球して、セカンドアウトするんですよ。これめちゃくちゃでかい。で、ヘルナンデスの送球ももちろんなんですけど、直樹さんが取ってからタッチするまでがめちゃくちゃ早いし、ちょっと交錯したんですね。ランナーと大森選手をバーンって交錯したんですけど、それでもボールを離さずにタッチできた。これ非常にでかいと思います。これでもし、例えばボールを落としてたとか、間一髪でセーフになってたってなってたら、多分今日負けてるんですよね。だけども、このヘルナンデスの送球もそうですし、直樹さんのタッチっていうところはね、素晴らしかったと思います。はい、でですね、これ11回表もね、危ないプレーありました。2アウト2塁から菊池選手の場面なんですけど、岸田選手がちょっとだけ後ろ反らしたんですよ。股の下ちょっとだけ抜けたんですね。1メーター、2メーター後ろにちょっとコロコロって転がったんですよ、ボールが。で、バッターの菊池選手はそれを見て、ランナーに対して、いけいけって言ったんですよ。だけども、実際ね、ランナーから見たらどこまで転がってるかっていうのはわからないわけですよ。だから、菊池選手のこのいけいけっていう判断を聞いていったんですけど、実際ボールはすぐ1メーター後ろぐらいにあったんで、1メーター2メーターぐらい後ろにあったんで、すぐ岸田選手が取って3塁に投げてアウトするんですけど、これはまあその仕方ないプレーというか、ちょっとまあラッキーというかね、広島からしたらアンラッキーなプレーだったと思うし、これね、しっかりねアウト取れたっていうのは良かったと、まあ運が良かったなっていうふうに思います。はい、でですね、12回表も、まあその、最後ね、僕がびっくりしたのはこの2アウト2塁という場面で、まあ平内投手がね、今日で、12回表投げたんですけど、この2アウト2塁という場面で、
これ最後堂林選手の時に高橋礼投手をこれリリーフ起用したっていうのはこれ僕びっくりしまして、まあその右バッターに対して被打率がめちゃくちゃ低いんですよ。1割5分ぐらいしか打たれてないっていうのがあって、多分そのデータも用いてね、そのデータを参考にして多分投げさせたと思うんですけど、実際高橋礼投手がまあ先発でずっとやってて、まあリリーフで上がってきて、初めロング枠とか言われてて、まあロングでやんのかっていうふうに思ってたんですけど、この場面でめちゃくちゃ痺れる場面でこれね、堂林選手を打ち取れたっていうのは、この堂林高橋礼投手からしても非常に大きかったと思うし、そう今日映像を見ててね、なんかそのすごくヒリヒリした場面にもかかわらず、この高橋礼投手がまあ笑ってるというか、なんて言うんだろう、緊張感を楽しんでるみたいな姿勢で投げれてたのも非常になんか好印象というか、めちゃくちゃいいなっていうふうに思って、なんかそういう選手によってね、やっぱりこう土壇場の場面で燃える選手とか、なんかこの逆に力を発揮できる選手で逆にできない選手もいるんで、そういった意味で高橋礼投手は結構逆境を楽しめるタイプというか、うん、非常に、まあ先発はね一番合ってると思うんだけども、リリーフでも非常にね、いけるぐらいのメンタルを持ってるんじゃないかなって、このね今日のね投球というか、まあ表情もそうですけど見ててそういうふうに思いました。で最後まあ黒原投手がね12回裏出てきて、まあ打てなくて、まあ同点という場面になったんですけど、まあ今日はね、まあピッチャーをね非常に使ったっていうのは非常に残念でしたし、きつかったと思うんですけど、やっぱり負けなかったっていうのは非常に大きかったし、で今日本来ではジャイアンツを勝てた試合だと思うんですね。だけどもまあさっきのね、まあライナーゲッツがあったりとか、まあいろいろまあミスではないけど、まあ結構まあミスではないけど、まあアンラッキーなところもありましたと。で広島からすると、やっぱり僕はモンテスを敬遠したところ、あれが僕は大きかったなと思ってて、あれで勝負してて、もし打ってたりしたら、多分、2点3点入ってたら今日勝ってたと思うんですよ、ジャイアンツが。だけども、一見消極的に見えるというふうな、采配が、結果的に最少失点に、しのいで、同点という試合に、持っていけたんで、広島からしたら非常に大きかったなと思うし、その接戦に慣れてるというか、うん、広島自体あんまりめちゃくちゃ打つようなチームじゃないんで、そういう接戦慣れしてるというか、うん、なんかそのここの1点をなんかその惜しまないというか、うん、2点3点取られることのリスクを減らす方が大事だみたいな、その考え方というか、そういったところが非常にこの今の強さというか、接戦をものにする、接戦でもなんとかこう劣勢でもこう同点に持っていくみたいな、その試合のなんて言うんだろう、運び方みたいなのが非常に素晴らしいなと思ったんで、まあジャイアンツもそういったところは見習うべきだと思いますし、まあジャイアンツからしたら明日ね、絶対勝って、終わりたいというふうに思いますので、まあ、ぜひね明日も皆さんねジャイアンツを応援してあげてください。てな感じでね今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。チャリバブ。